はい、どうもこちらです。ライカ D3 ですね。とニッケルエルマーのセットになります。こちら仕入れ品ですけども、修理してもらいましたので今修理上がりですね。ただ修理書とかは付属してないです。11万台ですね。ブラックペイントとニッケルメッキの組み合わせです。悪くはないです。ちょっと底がペコペコしてますね。擦れもあります。外観は塗りブラックペイントの割に悪くないと思いますが、まあ多少ありますね。ここら辺にデコボコはあると思いますが、ひどい擦れなどはないですし、ペイントもオリジナルのままです。メッキも綺麗ですね。象眼も残ってます。一応見えると思います。革もオリジナルだと思います。まあ、全体的にはいい感じといったところでしょう。レンズは14万9000台ですかね。まあ、エルマーです。ニッケルエルマーになります。ここは6番ですね。まあ、古いニッケルの割には、まあ、まずまず綺麗な方だと思います。ペンライトでやっても、まあ、多少すればもちろんあると思いますが、抜けはいいと思います。古いエルマーの割にはいい方だと思います。絞りも動いてます。ニッケルメッキにしては綺麗な方ですね。バルブですね。こんな感じです。悪くないですね。20分の1。8、4、2分の1、1秒、まあ、ちゃんと動くようになりました。膜も綺麗ですね。いいと思います。これちらタイムですね。最高速が500。まあ、細かな精度はなかなか出ないと思いますが、一応開いてですね、動いてると思います。ファインダーも綺麗に見えてます。距離計も結構20像も明るく見えてる方でした。悪くないと思います。自動調整もついてますね。まあ古い割にはこの辺のメッキも綺麗な方だと思います。
双眼が残ってるのがいいですね。こちらセットになります。